宇山合戦は、現在の愛知県岡崎市宇山町にあたる、三河国ぬかた軍宇山で、戦国時代の1556年に勃発した戦い。守護大名、今川市に対する三河国人の反乱、三河奮撃中の一局面である。戦場は、雨山際跡及び宇山合戦地として、岡崎市指定史跡。三河国内における、織田、今川氏間の対立が深まり、 国内の地域単位の少量手相イコール黒人の中では動揺が生じていたが、工事元年から同四年、永禄元年にかけて、国人らは今川氏に対して大規模な反乱を起こした。作手地方を拠点とする奥平市下中では、奥平貞勝が今川氏寄りであったのに対し、市側の奥平貞義が反今川の姿勢を示した、ため備金合戦などの戦闘が勃発。 道軍宇山のあちは城を拠点とする、あちは定時家さだすけ、奥平さだよしらもこうしたため、工事二年八月四日に、今川勢が宇山を進行した。武徳変年修正三観によると、今川法の野田城主、菅沼忠正村が、雨山川の谷を攻め上ってきたのに対し、あちは定時家奥平さだよしらは、山やを城となし、左右の山が、最も迫る位置に、 木戸作を構えて迎撃した。なお、あちはのアメ三という別称は、このう山合戦の際に作られた防御施設を示しているとする見解がある。またこの時、雨山川の下流側だけでなく、三河山地の両線を挟んで宇山の背後にあたる、ホイ軍占領側からも、山越えでの侵入が試みられていたことが、資料から判明しており、ここでも、奥大ラゼとの交戦が起きている。 木戸作前に至った菅沼忠志村は点検の要害ではあるが、敵兵はわずかなので突破はたやすいと見て攻撃を開始したものの、八千形を利用して接近した奥平定義の弟、奥平五郎衛門が放った矢が喉に当たり討ち死にし、後続の兄弟や呪郎らも討ち取られ敗北した。雨三歳で初戦を制した奥平勢だったが、 皇族の今川の大軍を防ぎきれずついに降伏した。奥平貞勝は判断を主導した奥平貞義を高野山に追放することで放免され、再び今川氏に基準した。古戦場は1992年6月15日付で岡崎市の史跡に指定されている。ありがとうございます。